こんにちは、水瀬美香です。おはようございます。おはようございます。はい、まあ、はい、じゃあ今日のちょっと今までの実践経過というか、まあ朝一初当たりで、商店じゃなくて、はい、商店じゃなくて、完走しました。はい、2400万円あります、はい、今いきなりエンディングいったと。はい、まあ、水瀬美香はやっぱり引きが強いなと。そうですよ、思ってるとこですから、はい、でこの勢いで、はい、目標7000万円出すと言いましたからね、はい、で出しましょう。まあ、もう次も完走目指して、次も完走で OK でしょ。なるほどいやそれは分かんないですけど、それはもう自己動画見たことないでしょ。2回連続とか3回連続、うん、見たことない。頑張ります。はい、じゃあお願いします、はい、いらっしゃい。これくれ。あとは前半で分かったことは残念ながら、熱ちょっと待って、熱っ。これだって初代の激アツの椅子。そうですよね、アネモネのね、強チェ以上でしたよね、確か。これ強チェか中チェかって感じ。いや中チェあんじゃないの。隣の人はこの辺捨ててる見たんですけど、強チェだったんですよ。でなんか引き戻してました、 AT を。多分その転落前かなんかで引いたのかな。あーなるほどなるほど。おお引いたんだよすごいなこれスイカが揃うんすか。来ましたよ。さあ強チェの恩恵、あ、じゃあ中チェの恩恵。さあというわけで今、はい、現状中段チェリーの恩恵がフリーズ以外書かれておりません、うん、はい、分かってないですねまあどうなんでしょうね。とりあえず気合を入れていただきましょうか。そう、気合いただきましょう。分かんないから、あ、なんかもう違いそうじゃない。こういうの出てるし、ね、1連出てますからもう、さすがにね。一応いきますよ。はい、こういう感じですね。とりあえずボーナスプラス AT じゃないの。あ、もう当たってました。1ゲームで完結してました。というわけでここでさすがに当たらないじゃないかと私は思ってるんですが、どうなんでしょうかね。5000分の1だとそうでもないのかもしれないし、いやーまさか後半も赤いですね。やっぱここはいつも青だけ。後半もね、こんなスタートするとか。さあこれがエビボなのか。普通にハイパービッグボーナス書いてあるけど、ほらね、さすよ。またこれ出たよ。あ、本当だ。いや、これあるんじゃない。あるのかな。設定さ、2回目これ勝ったらもうこう設定だろ。わかんないけど体感的にこう設定だろ。やだ、あ、もうダメだ。バスコードなんとか出してきちゃった。中断チェリー引いたんで頼みますよ、ここは。いやもうそこは関係なくなってそうだからな。これは多分無理ですね。ああこれなんかなんない、うまいんじゃないそこ。ああダメか。ダメっすか。はい、あああ出たー、頑張れ。これ6択ってことだよね。もう第一停止からハテナ出てるの。前はここバスだったもん。中右左ですよね、やっぱり。これは難しいよ、それは。さあ皆さん、400ゲームは僕も500ゲームぐらいハマっております。ギルバーシか。そうか、これ熱い熱くないというよりはもうあのレベル、AT レベルとかしてるんだよね。あのでもそれ行く方が熱いっぽいですよね。僕全然行かないですよ。でも私この間これで普通に外れたけど、まず全長ステージ入んないと普通そうだね。話になったそうだね、ここにとりあえず行かないと。あ、熱い、子供出てきた。おー、明け破体。新作はね、激アツだったけど
いや、ダメでしょう、さすがに2連続でこっちが優勢っぽいから大丈夫かな。あ、分かった、これパーじゃない、あー、やっとたまりましたな。周期で言えば3だからね。そうですね、こっちの方が大事なんじゃないかなって。まあ、そうなんですか。レギュラーボーナスです。レギュか、あー、いやー、初当たりがこれじゃなくてよかった。35枚しか出なかった。あ、これね、なるほど、同じに。あー、普通に考えたら2回以上欲しい。6択でしょ。最後ください、最後。あー、きつそうだな。無理よ。転落してないよ、まだ始まってないよ。あ、気持ち引いた。おお、一つじゃないなら言ってくれよな。この間これで横の人ポーラリア入ってたんだよな。しかもやっぱあの気持ちですわ。あ、ポーラリア行った、ま、今のはいいね。なんか4号機ちょっと思い出した感じだね、今の強制が仕事してた感じが。これね、11ゲームでさっきの強制で多分変わりました。うまし、うまい、水瀬さんうましだわ。え、行くでしょ。行かない、あの、大焦ったんですよ。行くよ、エアリアルチャンスね。減ってないという結構頑張ってるので、ベルが引けますまだ60だからちょっと勘弁して。あー、もうダメだ、あと40か。あと40だったらいけますよ、次入ればいける。仕事って何だろう、やりたいことって。
仕事なんて適当に選べばいいんだよ。楽しくやりがいのある仕事を見つけるのです。なんだよ、そんな仕事あるわけないじゃん。好きなことを仕事にすればいいのです。あなたは好きなことは何ですか？パチンコパチスロ。では、パチンコパチスロ業界に就職するための G&E に通えば好きなことが仕事にできますよ。そんな学校通ったぐらいで好きな仕事につけるもんかい。 G&E の内定率は 94.6% です。なんだと？すげえじゃん。そんなうまい話があるか？どうせ学費が高いってオチだろ。 G&E は年間19万8千円から通えるのですよ。俺様も通いたくなってきたぞ。よし、一緒に通ってみるか、G&E。うん。詳しくは G&E で検索。あっちー。それは外れないよ。そんなの初代から絶対外れないやつだから。懐かしいですね。ちょっと上がってきました、気分が。懐かしいね。これかっこいいよ。ほんとこいつ嫌なやつだから。この人の髪型は共感できない。ここ大事です。赤ならでもいいんだぜ。ちょっとためが赤ならなんか私も中地以外に聞いてないかも。ちょっと待って、これはいわゆるエピソードですね。レインボーだしね。かわいそうだから入れてあげようって台がね。ああ、なるほど。同情の。じゃあ皆さん全長来るまでです。僕の感想までを。子供たちを捕まえる。あっち。チャンス目。チャンス目じゃないでしょ。こぼしたでしょ。そう。いや、狙いましたね。本当？そんなに出ないよ、チャンス目。バカにしすぎだから。押しちゃったんでしょ。いや、なんか、まあ、押しちゃってないから私、チャンス目ほとんど出てない。バカにすぎる、ほら、当たりましたよ。本当だ、本当だ。初めてのエアリアルチャンス。そんな、投資2万5000円の訪れた初めての夏。やめて。大丈夫。あ、いいよ。これいくつ？お、いいよ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 。いや、残り44、一発目で決めたくてもいいよ。頑張れ。いや、うまくないっすよ。あー、それダメだ。まあでもいいっすね。次入ればだよ。いや、さすがに入るっすよ。さすがに入る。これ行かなかったら時刻。交通ベルみたいなこと。はい、これさすがに物にできるんだろう。油断しない。いいじゃん。遅いタイミングで皆さんくしゃみしてると。ちょっと楽しくなってきた。赤文字だ。おー、エクストラジャックいった。 21% だよ。
かねえマジでなんだよでも僕さっきそれでエビ戻ってきました天井直前で天井直前っていうか前兆中に今日俺やや見てメスさん弱まだ天井っすかなんか言ってるけどまだ天井には行ってないんだよな早くない天井っすか確かに天井だからそういうことなのかな外れてたけど書き換えたのかなわかんないですけどどっちだったかいやこれレーあそっかスピッカーだってそう710ゲーム、はい、天井なのか4周なのかで当たりますうわ白だ白いのかちょっとホランドねアップしてホランドダメだもうこれダメだこれうん、朝一マグですかねこれマグレ、まあね 27% か普通に考えたらまあそれ当たんねえわなと思ってつらああああおステージが期待できるここでバシッと入れて2500枚出したいわ505ね303ねさっき202って言ってたし今のところ2分の2で当たってんだよねそう僕の方も当たったしクラスはこうなったり当たるでしょこれ赤文字入れてるもう少し時間をくれ当てて鼻を噛みたいんだ私は310ゲーム2周決めで当たりました赤だな赤だなやめろあーマジか無理に決まってんじゃんよあーだからここですよね3問ここで AI と引きたいでしょなるほどでもこれでもむずい5択でしょそういうことか1、2だそこまでやってんじゃないそこまで無理どうやったら当たるのこれマジで逆にゼロも熱いとかないないね絶対あー死にそうもう二度と打たない可能性が出てきたこれ7周期初めて7周期って感じマジで当たれよどっかに行ってるニルバーシでもなんか圧倒だおこれはあれたまたまこのタイミングでスイカが出たのかな撃墜ミッションあ当たるしかもこれエビ漏れてくんじゃないのこれさっき僕それでエビ漏れてくんこれ普段出ないもん敵艦急速接近中ぶつける数値がいざまに前段エビボかな663
ニービッグじゃん。マジ頼むって、もうほんと辛いから、ほんとに辛いんすよ。いつものハズレじゃんこれ。あれ1ゲーム続いた。え、いつもこうだったっけ。1ゲーム多くなかったよ。ダメ、あんま一生打たないですね。一生打たないっす。まあでも一応勝利ですね。まあなんか本当納得できない勝利ですけど、だって勝ってんのにここまでイライラすることなかなかないですよ。じゃあまあその辺は言いたいことはたくさんあるようなのでエンディングの方でお聞きします。はい、皆さんエンディングです。マジ辛かったっすけど。二人でね、風邪ひきながらさ、ね、前回も辛かったわ。なんだ前半のあれ。いや、なんか僕ね、前半はすごいワクワクした。あの、全然知らなかったから、本当動画も見たことなかったんですよ、うん、私もこんな簡単なのかなって思っちゃったら、そういい台出してきたな、サミーって思ってました、やっぱり。で、結局、このよくあるあるだけど、高設定じゃないっていう最後にたどり着く。朝なんか高設定かもしれないって大概そうじゃないよね。あれは2でしょうね。2かな。あ、だってもう自力で入れたのに朝だけじゃん。そうですね、まあ、あれがだから僕らは勘違いしてたかもしれないけど、単純に AT レベルが内部的に4だっただけなのかな。多分そうなんでしょうね。つらかったっすわ。最終的に992枚でした。992枚、300枚投資、300枚というか46枚だけど、はい、投資で6000円投資で992枚です。992枚、ね、1000枚切ってましたよ、まさかの、まあ、だって一時期2600枚って表示されてた。そうですね。おいおい、あーあんたあいつもうどんどんどんねえから。男は大崎1万発、女はもう辛口言わせたらもう水瀬美香ですね。それこの間パスチルのプロデューサーさんにも言われたんだけど。大崎さんはなんか自ら言ってるらしいですけど。あーなるほど。あの、女版俺はミナスだって言って、どっかの番組に言ってたらしい。なるほど。いやー、そんな、まあでもね、あの、自分たちだけの話だったらともかく、ちょっと周りも見てると辛そうだったかなっていう感じはしちゃいましたね。辛いですかね。まあ私の右が初当たりだけは早かったけど、決して毎回 AT につながるわけでもなく、ボーナスだけは引いてるみたいな感じだったよね。はいはいはい。あー、やっぱ、あーそうですね、本当に少ない AT レベル高いところを感想で刺すっていう、刺さないともう地獄ということですかね。じゃあ次回も打ちますか。打ちません。まあでも、でもまあ言ってもこの番組やっぱり好調じゃないですか今は。思ったけど、まあ、引くもん引いてますよね意外に、ね、いや本当にね、そうやっぱ皆さん引き強いなって最近だって思いますね。やっと分かった。いや、そう、やっと分かった。やっと分かったの、ね、え、昔は散々引き強スロ姫レバーオンとか言って知ってたけど、バチスロモードオンですね。メガネかける時のやつですね、うん、まあちょっと次はやっぱ外線打とうかな。じゃあ今日は、今日の感想として一言でまとめると、激つら。体力的にも精神的にも激辛。じゃあまあ次回はまあちょっとできれば凱旋、第二希望パッチョ3、そういうなんかこうグワッていうガッてやつのを打ちたいですね、やっぱり。なるほど、ね、まあちょっと 6.1 号機出るまで水瀬美香はちょっと6号機は封印したいところですが、さすがそういうわけにはいかないんで、まあその店その店で買えますけど。なるほど。今日はまあ6億強そうな店だったんで、6億打ちましたけどね、はい、実際なんかリゼロとかも入ってたみたいなんで、あとなんだっけ、天下富舞とか、天下富舞がおそらく全体系っぽかったっていうところもある、あったんで、まあただ積もれなかったですね。はいはいはい、はい、じゃあ次回もその勢いのまま見てくださいということで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、次回は切れません。